ジャン・マリニャック・ジャン・シャルル・ガリサール、あるいはガリナールド・マリニャックは、スイスの科学者である。気度類元素の発見や、多数の元素の原子量の精密な決定に業績を、残した。1817年に、ジュネーブに生まれ、16歳で、パリのエコール・ポリテクニークに入学して、1837年から1839年まで、エコール・デ・ミーヌに学んだ。1840年に、 ィーセンのリー・ビッヒの研究室に学び、一時セーブル時期工場で働いた後、1841年にジュネーブ大学の科学の教授となった。後に、鉱物学も教えた。気ルイ元素のイッテルビウムを1878年に、ガドリニウムを1880年に発見した。気ルイ元素は非常によく似ていて、一緒に産出するため、その分離は困難であって、 多くの科学者と共に苦心して分離していった。原子量の算出は、すべての元素の原子量は、水素の原子量の整数倍になるというプラウトの仮説の検証するもので、ベルギーのジャンセルベスタと同様にプラウトの仮説は、成立しないことを示した。また、タンタルの化合物とニオブの化合物を分離して、それらが同一の元素でないことを示した。ありがとうございます。